新しいお知らせ来てましたね。あの超激戦イベント予告ガンマ1号2号、まあこれは皆さん知ってたことなんですけども、ドッカンフェスですね。珍しくないですか？普通ドッカンフェスが終わったら伝説降臨っていう流れなんですけど、でこの度またドッカンフェスが来るっていうことで、どうなんだろう、ダブルドッカンフェスでガンマ1号2号って分けられるのか、一つのドッカンフェスでガンマ1号2号ピックアップされるのか、ちょっと分かんないよね。いつもありがとうございます。オソボンバー徳島のバンブギンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、でガンマ1号2号、まあ、スーパーヒーロー、まあ、ヒーローつながりで今回ヒーローズコラボキャラを使っていこうぜっていう動画ですわ。何のたわいもない動画やけど申し訳ない。もう今もスッカンバトル中やから、それはしゃあないやんそれはしゃあないって。うん。でまあパッシブスキルはね、ヒーローズキャラがおればおるほど、で相手がアタックディフェンス必殺技封じ中の場合、さらに追加攻撃で、まあ特殊なあのパッシブを持ってて、で必殺技あの発動するたびにアタックとディフェンスが上がっていくっていうキャラが多いんですよ、ヒーローズコラボって。ああ久しぶりに使っていこう、皆さん使ってますかって話ですよね。ある持ってるキャラどんどん使っていこう、どこで VS クーラーで使っていこうって、そんな感じで、ヒーローズキャラのそうあのキャラをよりどり緑編成した。うん。で勝てるかどうかは知らんでリーダーも安定の方コンビやし、うん、まあここは譲れんわほんまあのゴッド、トランクスゴッドおるやん、赤髪トランクス、あれをリーダーにしてもいいんだけど、フレンドで設定してる人おらんし、うん、でここいらもほらもう追撃すればするほどアタックディフェンス伸びていく、でどんだけ跳ね上がるかやな、最初のステータス値からあの最後のステータス値はどんだけ跳ね上がるか。で、あのベジークスね、ディフェンス無限上昇の、これも攻撃すればするほどです。で、あとはもう、ベジットゼノ、こいつがね、まあそうですね、敵の必殺を高確率無効化で超絶威力の反撃を期待したいっていうだけ。うん。で、この技のね、スリゴテンクス、無凸なんですよね。で、6ターンアタックディフェンス上昇ということで。なんで6ターンアタックディフェンス上昇するんだったら無限上昇でもよくないっていう話で。うん。まあサポートアイテムとメモリはこんな感じでいきますか。VS クーラー、これ普通のこの最強の一族編じゃない VS クーラーめっちゃ久しぶりなんだけど。うん。で、皆さんガンマ1号2号引かれますかって話です。どうですか？早速なんか並びコンチクションやな。やめろよ。もうそういうやめよ。面白ないぞ。一個も思んないぞ、そんな。求めてない。求めてない、こっそら。こっそら求めてないぞ。何を考えてるんだ。じゃあ、こう行こう。しゃあないな。あ、最初のステータス値見たっけ？見たな。うん。まあまあ、ええやろ。ちょっとあかんねん。ゴハンクス、だからヒーローズキャラは、ヒーローズキャラと隣り合わせでないとあかんのんですよ。そう。うん、でもちゃっちゃとね、もうちゃっちゃとやっていこう。今もう6時20分やし。うん。6時半には家出ないかんし。うん。ごめんよ、いつも。もうせか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 して申し訳ないよ。うん。もうちゃちゃちゃっと、ちゃちゃちゃっとこう終わらしていくが、この徳島のパンブーキーならではの動画でございます。俺ガンマ1号2号どうしようかな。引こうかな、お前。必殺技飛ばしすぎやろ！どうしようかな。引いてもええけどな。117万スタートですね。買おうよ、買おう。買おう。うん。強いと思うけどね。このヒーローズギャラ。ガンマ1号2号どうしようかな。さあ、並びはいいんだけど。並びはいいんだ。並びはいいんやけど。そうやな。温まってないし、いつかは。温まってないし。うん。そうやな。並びはこうかな。いや、違うような気がするな。いや。誰がディフェンス値高いの？やっぱりゼノよね。こうよね。いや、こうよね。うん。で、誰、ま、もう、サウザーいらんし。うん。サウザーいらんって失礼な言い方やけど。まあ、いらんし。サウザーいらんし。で、必殺技来ても返してくれると信じてる。ベジットゼノ。
我が名は聖帝サウザー。サウザー違いね。288万。いやどうなの。いやウィスカーンでもよかった説あるな。いやまあ、はい、一撃いいね。この必殺モーション好きなんですよ、デジットゼノの。なんかあの刺して刺してするやつ、うん、さあ262万スタートですな。うん、はい、いいですよ。どんどん高めていこうぜ。打って打って打ちっちゃそうぜ。ねえ、6ターンだけだけどアタックディフェンス上昇するからさ、6ターンの間に、これあのヒーローズの必殺技の打ち方独特でしょ。クジャク王みたいな。クジャク王知ってる？クジャク王。ほらほら、臨氷投射怪人烈罪前でやってるでしょ。クジャク王やって久しぶりに言うたな。てかそう来てあかんのじゃっつ。まだウィスの効果効いてんのか。ネイズ邪魔や。ネイズがど邪魔。ネイズ邪魔なわ。もうネイズ集中攻撃。ネイズ集中攻撃でいこう。で、早押しよう。なんか遅刻する。遅刻するわ。うん。最終戦まで飛ばしていい？得意の。得意の飛ばしていいでしょうか。うん。で、全然ステータス誌見てなかったな。次見るか。次見ようぜ。ネイズ落としたんじゃん。いいね。さすがやな。7周年いつまでも強い。これな、7周年使ってるたんびに言ってるような気がするけど。うん。え？あ、おはようございます。はい。そうか、今日火曜日か。今日燃えるゴミの日や。火曜日、あ、夫婦でゴミ出しとか。マジでやめていただいて。よし。飛ばそう。飛ばすぞ。ステータス誌見て飛ばそう。あ、並び悪。並び悪い。並びが悪いよ。並びが悪い。まあ、こんな感じっすね。よし、飛ばそう。よっしゃ、最終戦でがございやす。はい。ね、まあ、こんな感じですね。ディフェンスは高まってるのか多い。いや、わかんねえな。うん。まあ、高まってるということにしとこう。うん。そうしよう。で、そうっすね。並びはこういって、ウィス1個残ってるからウィス買おう。うん。なんか変なところで、ね、必殺来て終わりっていうのは、なんかもう、嫌や。そんなん嫌や。だからそんな動画ばっかり出すのも嫌やん、こっちとら。な。で、ウィス、あ、え、まあ、ほら、ウィス使ってもこれやからな。たまらんぞ。ディフェンス高まってないかな、あんまり。ベジークさ、ほんなに必殺打てんかったよね。うん、そう、どん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 打って、クジャク砲、臨氷と社会人烈罪前。ね。うん。今日の主役はヒーローズキャラやで。あ、そうか、これ打ってくるん。最近クジャク砲。これ、トランクス特有の、必殺技の打ち方なんでしょうね、これ。うん。バーニングアタック。その、あれはいるのか？わかんないけど。329万。だいぶ温まったな、スリゴテンクス。さあ、無凸でも300万台叩き出すから、まあ、強いっちゃ強いんだけどね。に、うん。ね、変身して、ね、変身すごい。変身して、あー、ちょっとこれきっつーない？どこで、どこで、で、必殺返して、いただきたいんだけど。無理かな？必殺返しってあったっけ、こいつ。なんか、こいつのところできそう。それはそれで死んだいんだが。うん。あ、どこ、あ、ごハンクスのところできそう。これ、ごハンクスやったっけ？ごテンクスやったっけ？わからんけど。アクションブレイク。あ、アクションブレイクが基地と出るんじゃん。なあ。あ、やばい。ここで必殺来そう。やばない？あ、来るじゃん。痛い。あ、来ない。いける。いける。いける。こいつで返してくれると私は信じた。あ、ウィスの効果ってまだ効いてたっけ？あ、ウィスの効果まだ効いてるから、いけるのか。いけるよね。うん。あれ飛んでこないよ。あ、一冊返していく。そういうとこやで。最高でない。ベジットゼノで見たかったな、でもね。まあ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 、それは。まあ、防げたからよしとしようぜ。うん。よっしゃ。まあ、いい感じってことにしとこう。で、ウィスの効果はなくなったけども。うん。まあ、得意属性の。で、今、どんな、もう温まったんじゃん。ベジンクスも。20万。
微妙やな微妙やな。うん、くらあくらう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 、しんどしんどしんど。266万。で3回クジャク押してくれ。あれ、ええちょっとあかんやん、あかんあかんあかん。ちょ、もうケリつけたいんやけど、また来るし。ほらもう3とか言うてるやん。はいほはよやろうぜ。337万。強い強い強い、いいよ。バーニングカメハメハ、打て打て打ちちゃうぜ。あ、いいよいいよいいよ。そう、あともう一回、あともう一回打とう、あともう一回打っていこうな。頑張った、よう頑張った、よう頑張った。うん、通常攻撃一回。まあええけど、まあええわ、まあええとしよう。うん、でもこれでイーシンロンとかブロリーとか、まあ無理よね。まず無理やな。あとワンゲージ。ヒークラウ。クラウ。もう無理やん。もうズドンで終わりでええやろ。ねえ、まあこんな感じやわ。うん、こんな感じ、こんな感じでした。はい。もうズドンで終わろう。終われへんのちゃうんで。あ、終わるよね。ヒヤヒヤしたな。はい。いかがだったでしょうか。スーパーヒーローのガンマ1号2号が、まあ、ドッカンフェスにて実装されるっていうことで、まあ無理やりこぎつけた、まあ、ヒーローつながりでヒーローズコラボキャラで、今回は究極のレッドゾーン劇場版編の VS クーラー、まあ、挑んでみたという、まあ、動画でございましたけども、正直ごめんなさい、弱いというところで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。